年はパッとしなかったけど、新しいクラスになってからなんとかいい感じのグループ入れたと思ったのに、なんでこんなことに。いやそうよね、ハマちゃんもももちゃんもあんだけ可愛ければモテるわ。実際モテてるし、私も一緒にいると結構男子に話しかけられるようになったし。でもあんな雰囲気の中で私だけ彼氏いませんなんて言えないよ。心は見え張らないとしても、彼氏そんなのいたことすらないわ、なはははははは。正直に言える。あ、今日は別々じゃん。なんだ、じゃあ私のせいじゃない。私は悪くない。こうなったのは世の中が悪い。罪が羨ましい。あんな風に脳天気に生きられたらどんなにいいんだろう。いや、案外悩みとかあるのかもしれないけど。お風呂でも入って全部忘れよう。明日考えればいいよ。あれ、ももちゃんからだ。なんだろう。もしもし、エミ？彼氏の件、明日ね。お昼に駅前で。スミは来られないらしいから、さっきと二人で。じゃ。マジで？私の返事も待たずに一方的に要件だけ伝えて電話を切るの？今日はここまで。各自次の授業までに復習しておくこと。あ、それと夏期講習の申し込み今週までなので、参加する人は忘れず提出してください。練習してて何度かシャーペン吹っ飛ばしてたでしょ。今日のところは引き分けにしておいてあげます。一体何の勝負してるのよ。ほら早く帰らないと帰り道真っ暗になるわよ。お化け出ても知らないんだからね。幼稚なつちゃん、アイスクリームのように甘々です。
何よ、もったいぶって。もう帰ってもいいかしら。こう見えてあんたと違って暇じゃないの。まあまあ、お友達の話は最後まで聞くものですよ。じゃあさっさと話しなさいよ。よくぞ聞いてくれました。ねね、なんと今日は特別にお迎えが来てくれるのです。お迎え？あんたのママとか？いえ、ママにはいい歳して夜道が怖いから迎えに来てとか甘ったれるんじゃないのとざっくり断られました。親子だというのにあまりにも非情です。一体誰よ、家庭内でこいつ甘やかしてるの。それはもちろん私のお兄ちゃんです。へえ、お兄ちゃんね。あんた兄弟いたの？しかもお兄ちゃんって。千夏ちゃんとは今年の春からのまだ短い付き合いですから、知らなくても無理はありません。冷静なツッコミと説明ありがとう。でも今はそれよりも。あ、噂をしていたら兄ちゃんです。はーい、こっちだよー。